それから夜になってわかったのはこの20代の男性です。千葉県在住の会社員の方、この方も新型コロナウイルスということが分かりました。そしてお医者さんです。和歌山です。50代の外科医の男性、これ皆さんに共通しているのはこの2週間の部下に投稿したというべきを開発するんです。そして最終的に中から変わりに変わりに、ですからいわゆる今までの部下に個別の部下に欠かせないと思います。それがまた以外でも上に出ます。そして、この和歌山県に出ます。こちらが最初に和歌山県に出ます。じゃあ次の回、まあいいや、そこのことないから。それから花夏つおを10、とりあえず15でやってみてかな、両足の後かな。ごめん、じゃあその間に、じゃあ昆布を服はそのまま残していいの？どっちでも。どうしましょう。ホコリを取るじゃなくて、きれいにするって書いちゃう。でもそしたら白いパウダー、拭いちゃうとかになるか。To remove dust って言ったらちょっと大げさすぎるよね。パウダー、一応この本ではパウダーになってたんだけど。パウダーってなんだ。その粉だよ。だから書きようがないんだよね。でも白い粉は取るなんでしょ、だから、ホコリ以外の日本語の言い方なんかないかな。チリも一緒だよな。チリはついてない。チリとかホコリって一緒だよね。チリアクタ言葉はある。あるけど、出てこないよ、こんなもん。ゴミ、ガーベージじゃないし。いや、いそだから、きれいにするで、クリーンアップって
って言っちゃった方がいいのかなと思う。向こうでお肉なんかを少し綺麗にするのなんて言うんだろう。あれほら具体的に脂肪をカットしろとかそういう形で言わないかな。お肉を綺麗にするってどうやって綺麗にするの？洗えとかさ、さっと洗っちゃうのかな。さっとあの何霜降りみたいに湯でざっとなんとかするとか具体的な。この鍋がシュッてなったら火を小さくするって自動的に、はい、小さくっていうか、うん、なんかあの温度で自動的に勝手に切れてくれてました、はい、クロス2クリーンアップぐらいにしとこうか。あ、クリーンアップしなきゃいけないのもの売ってんのかって話なんだでも埃がついてるも売ってんのかでしょ。それ言ったら埃を取るって言ったら、向こうってそういう売り方しないよねってことだよね。多分ね、考えられないよね。天日干しにしたもんそのままって。例えばゴロゴロしてるけどパンなんか別に洗ってから食べないよね、うん、そんなことない、うん、野菜なんかもね、うん、それこそリンゴだってなんだってそのままかじりつけちゃうもんね、はいはいはい、そうですそうです。そんな日本みたいに何でも洗うとかってそういうのしない、うん、しない洗剤だって流さないでしょ。洗剤拭き取る、まあ成分違うけど、うん、拭き取るだけでしょ、うん、洗う水をあんま使わないね。水が大事、うん、大事っていうのもあったと思うんだけどね。貴重なものだから。貴重でもないんだろうけど水そういう発想がないよね、うん、貴重貴重ではないと思う。シャワーとかなんか一人ずつあれするんだから、日本の貯めてとかしないしたって最後全部流すんだから一人ずつ。ああシャワーね、うん、だからバスタブに貯めておいても全部じゃあ水が汚いんじゃない。まあそれもあるかもしれない。水の方が汚いってことですか、うん、日本って水がきれいだっていう大前提で、うん、だからこう洗う、うん、向こうは下手に洗うよりもこうやって拭いてやるのがいいと、うん、可能性があるよね。その買ってきた食品を拭くとか洗わなきゃ食べれないものっていうの発想がないと思うね、うん、まあ、でも中国でも、まあ、中国の話出すとさ、野菜全部インフルエンザがついてる時だからあの野菜なんかこう例えばレタスとかこうサニーレタスみたいなのなんかはもう洗って布巾で拭くのやめちゃうか、全部取っちゃうか、別にそういう発想でいくならばいらなくない、綺麗だしっていう。どうでしょう。基本的にはいらないんじゃないの、うんね、いらないと思う。やめよう、それそんなんで、これだけ綺麗だし大体着てるもん。いやそれこそまたあの小部屋に行って話してみたいなとちょっと思うんだけども、うん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 、どっか三島でそういう乾物屋でそういう人も詳しいんじゃないの。ね、増田屋さんがねあったのがもうマンションになっちゃったしねっていう。一軒古い乾物屋があったんですけど、もう鍋に水と昆布を入れていいじゃん。だってだし屋さんだってだしだけ売ってたところもあったけども、そんなのもう20年から30年ぐらい前になくなっちゃってるよね、うん、結局旦那さんが倒れちゃうと、うん、もう廃業にしちゃうところが多かったから、そう台場の方にもあったけどそれももうじゃあもうそこ一部抜きました。抜きました。でじゃあ鍋に分量の水と昆布を入れ30分ほどつけておく。まあもうちょっとだよね。で中火にかけ、その沸騰する直前のところでじゃあ60度からちょっと味を見るためにこっちに取ります。で実際その沸騰したのに
30cc、 ここ 15cc からって、15っていうのは豊木さんのレシピなんだけど、うん、他の方に30ってあったんで、なんか15心もとなかったから、大さじ2 30cc 入れたら本当に90度ぐらい下がるのね、たったそれだけで。あそう、私ね、うん、そのあんなにおちょこの半分ぐらいでお湯下がるの、うん、と思ったの、うんうんうん、下がるだけど、すごいもんね、あの 15cc じゃなくて、うん、もうちょっと、うん、だから30ぐらいがいいかもしれない、うん、はっきり下がったっていうのは、うん、ちょっと15だとね心もとないなと思って、なのかなって、うん、こうでとにかくあの具体的な数を示そうという、30分ほどのほどはやめよう30分つけて、あどうでもいいんだよね、それからミンデステンスだよね、少なくとも30分はつけておく、2、3時間つけろっていうのもあるもんね、昆布の種類にもよると思うんだけどね、種類でしょうね、まあ、だから家庭用、家庭用家庭用じゃ、うん、だからそんだけ長い時間つけといても、うん、大丈夫なところじゃないとね、うん、使えるわよっていうことなんだろうと思うんです。基本はそこら中に中国人の方も来てたし、ね、金がそこら中にもう撒き散らされてるよねって、うん、と思うんですが、ここに掘り、掘りだ、いや、うんそうじゃない、ほこりが昆布の表面じゃない、ほこりがよいしょ、あるからこれ、60度ので一回とにかくあのすくってみます、味をね、あの昆布は出さないで、うん、出さないで、で昆布はやっぱりその沸騰寸前っていうそのもう手前まで入れといて、うん、入れといてそこで取り出す、でその時の味は沸騰寸前って何度のこと言ってんのって、うん、でほら泡がどうのこうのっていうんだけど、だからあれって低いんだよね、相当60度ぐらいで、うん、ポコポコ泡ついてくる、泡出てくるんだけども、うん、60度って沸騰寸前っていう言葉言ったら絶対おかしい、おかしい、だからやっぱ80度ぐらいまでは上げないとだと思うんだよね、80度ぐらいまで上がると泡っていったら引っ込むんだよねっていうのを、まあとにかくちょっと取ってもらって10分ぐらいのことだから、じゃあここはガスをつけていいんですか、うんうん、もういい、いいよ、いい、じゃあ行きましょう、で中火で、はい、じゃあまずちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね、こっちも待ってね、だよ大丈夫です、それで、あ、これね、あ、入ってないでしょ、うん、うん、で、じゃあこの辺りに私がこの